私は現在つくば市天王台にありますつくば大学に来ています。そして私の隣にはですね、こんがりと焼けて水色のね、綺麗な、こう綺麗なというか綺麗な色の水色のユニフォームを着ているアスリートの女の子がいるわけですよ。女子サッカー部に所属している方で、この方に女子サッカーをこう普及に取り組む活動についてね、いろいろね伺っていきたいと思います。はい、今日こちら私の横に今いらっしゃっているのは、筑波大学女子サッカー部の部長を務めていらっしゃる3年生の横山愛さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ですね、横山さん本当にね、はい、こんがり焼けて、ね、本当にグラウンドを走り回ってるというような感じを受けるんですけれども、はい、そんな横山さんご自身はいつ頃からサッカーをされてるんですか？はい、自分は小さい頃から父の影響でサッカーを始めました。小さい頃から、はい、っていうと大体どのくらいからやって、小学生の低学年3年生ぐらいから、はい、割とそういうちっちゃい頃からやられていたということですね。ですね、はい、ね、私の印象だとこうやっぱり小さい頃って女子サッカーっていうような環境といいますか、あまりね、はい、こうないような気もするんですけど、いかがでしたか、ご自身は？自分のそのチームでは小学生女の子だけでサッカーする環境っていうのがあったんですけど、やっぱり地域によってはまだまだ、うん、まだまだ環境が整っていないところもあると、はい、そうなんですね。そんな横山さんと、はい、あとは筑波大学女子サッカー部の皆さんがそんなね環境をこう整えていく上で何かされている、はい、活動とかってあったりしますか？体験サッカーを少しでも普及して、うん、普及しようということで、筑波大学女子サッカー部で体験会の方を、うん、はい、行っています。体験会をやってるんですね、はい、結構その体験会はやられているんですか？そうですね、月に1回、はい、月に1回のペースでやられていると、はい、じゃあもう結構サッカーに触れる機会が多くなりそうですよね。そうですね、はい、そうですよね。じゃあ最後になるんですけれども、横山さんの方から、はい、これからねサッカーをやってみたいなという女の子ですとか、はい、あの体験教室参加したいなという方に対して何か一言お願いできますか？はいはい、人工芝でいい環境でサッカーをできるいい機会だと思うので、うん、はい、ぜひ私たちと一緒にサッカーを楽しみましょう。はい、ということでお話を伺いました。筑波大学女子サッカー部部長3年生の横山愛さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。この時間は筑波市天王台にあります筑波大学から、女子サッカー普及に取り組む筑波大学女子サッカー部の活動についてご紹介しました。